ールでゆったり泳ぐおよそ20頭のアザラシたちと、次の瞬間一斉にバシャバシャと水面を飛び跳ねました。まるでグループでダンスしているかのよう。中にはカメラ目線を送るあざといアザラシも。10秒ほどバシャバシャした後、また穏やかに泳ぎます。この映像は HBC 稚内通信部の中英一カメラマンが10日に取材で訪れた稚内のノシャップ寒流水族館で偶然撮影したものです。プライベートでも水族館に通う中カメラマンも初めて見る光景で、餌の時間でもないのに突然バシャバシャし始めて、まるでカメラを意識しているようだったと驚いていました。ノシャップ寒流水族館の谷原俊夫館長は、餌の時間に飼育員の姿を見た時に喜んでおねだりをするような行動で、カメラを意識したのではなく、たまたまアザラシが飼育員の姿を見つけたのかもしれないと推測しています。そう言われると、お腹が空いたアザラシたちのご飯まだのメッセージにも見えてきますね。